は何をやっていくかというと、私ですね、福岡に住み着いて22年、23年、福岡にそろそろ迷惑だと思われてるかもしれないんですけど、私すごくね、福岡が大好きで、出身も福岡、生まれも福岡、それを先になんか言ったじゃない？生まれてからずっとで、その流れでみんな分かってますから、いちいちそれ言わなくていい。ちょっと待ってよ。目の前を工事の人が通ってるから。で、みんなから福岡のおすすめの場所を教えてくださいっていう DM とか、あとコメントとかをね、よくいただくんですけれども、紹介する機会が今までなかったので、今日は、福岡のおすすめスポットを私と一緒に、皆さんと巡ってもらいたいと思います。多分、今が12時なんですけど、夜まで一緒にお付き合いいただくので、楽しみにしていただけたらなと思います。で、コアなね、スポットとかもあるんですけど、それ多分旅行で来ても、なんかあんま行きにくい場所とかが多いので、旅行で来ても行けるような場所って言おうとしたんですけど、ちょっとレンタカーがないと厳しいよねっていうとこも、まあやや若干あるかもなっていう感じなので、でね、これね、撮影するときに思ったんよ。なんかね、もっと全力で、いろんなところを紹介したいと思ったんだけど、時間と、そのみんなの交通便を考えると、そんなことやってられねえっていう話だったの。話だった。でも一人で考えたんだけど、話なので、今日は、なんかまあ、福岡の人ならみんな知っとうよ、みたいなところを、皆さんに紹介していけたらなと思います。まあ、福岡の皆さんは、うわ、そこねみたいな感じで、一緒に楽しんでみていただけたらなと思うチューンです。で、これって一人では撮影できないんですよ。なので今日は、助っ人を呼んでるの、助っ人を呼んでるって、大体こういう形、言い方したらみんなが知ってるような人を呼ぶっていうのが、普通のデフォルトかもしれないんだけど、みんなが全く知らない、誰なのお前みたいなやつを呼んでいるので、失礼ですよ、そんなことを言って。今日撮影手伝ってもらうんですから。ね。地元のもう幼馴染みたいな友達に、今日は撮影を協力してもらうということで、今から、そいつを迎えに行きたいと思います。はい。そいつを合流したらまたカメラ回します。行ってきまーす。調子いい。待って、これさ、こっちなん糸島。あいー。あ、待って、これ。ごめん。あいー。和樹を拾い上げた千代のでーす。今日はよろしくお願いします。お願いします。聞いたことない、そんな声。どんな声出すのいいか分からんかった。ありがとう、その儚ボイスを聞かせてくれて、問題です。はい、チャラン。はい、私はいつもと何かが違います。大きく、おお、何が違うでしょうか。バン。正直俺分かったよ。何？一目で。何？まつげが長い。違います。今日は一目なんですね。あ、はい、以上です。まあ、あ、オッケー。トイック、分かった。喋らんで。今私は喋るやろ。喋るときはちゃんと挙手して、okay. いいよって言われてから喋って、okay. いい。腰の骨が折れたっけですや。到着です。今日はどの草が食べれるかっていうね企画をやっていきたいと思いますよ。これなんかいいですよね。なんかこう火遊びをしてね、食べれるそれ。燃え散った草、こちらです。結構小さい頃から自然に囲まれて生きてきたんですよ。手でメダカ捕まえたりしていたの。前はメダカを捕まえるのが良くないことではなかったかな、わかる。で、家の前の川でね、裸で泳いだりしていたっていう話をこの間激白したんですけれども、みんなに隠してることはまだたくさんあるちゃんですよ。これはマーブルチョコなのと思ったかもしれないんですけど、地爪ですからね、皆さん。マーブルチョコで着色してるわけではないですからな。今ね、なんでこの話をしたかっていうと、いちいち離れるのやめてよ。私は近づきたいの、カメラに。ノー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 、酔いなさい。ひよこは、そう、だから田舎で育ってきたから、こういう景色を慣れているんですけど、見て。ちゃんと映しとる？映しとう。ほら、見てください。このフォレストですよ。皆さんね、都会で、昇進って言うっけ？傷ついた心。うん、昇進している方もね、いっぱいいるかもしれないので、この景色を見て癒されてほしいと思いますよ。さっさと白糸を滝に行くチュンボスよ。それではジャンプしますよ。
ヤクルトジャンプですよ。皆さんね、不思議の国のアリスと思ってるでしょ。こうやって看板がいっぱいあるもんだから、こっちだこっちだこっち、どこにいたらわからないよっていうことなんだって。こうやってちゃんと撮影しないと滝ですよって示してくれているんですよね。え、見てください、これ。私は小さい子を捕まえたメダカが恨みつらみを話しに来たのかもしれませんね。怖いですよ。それ多分ヤマメやな。給料8割カットですよ。いち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 5秒からカウントしやがって、今っていう時に取らないとダメなんですよ。はい、じゃあ白糸の先続けたんです。これをね、ひもいつも食べるんですよ。焼きたてのお団子を食べれるんですよ。みたらし団子をね、これをガンガンガンとやって地面に打ちつけているかもしれませんよ。はい、出てきて。天ぷらおにぎりもありますよ。でも今日するのは流しそうめん。そうですよ。お前って頭の回転が遅いの。すぐ答えるんだよ、はい、車の中で何十回もその話をしているんだからに。バルノ、ほら見て、どう気になりますよね。なんで紹介せんかったの。お食事どころもありますよ。見える、映して。じゃーらー、人少ないね。少ない、少ないね、最高。え、でもこれ初めて来た。あ、そう、で、ほら釣りができるの、ヤマメ釣り。そしてこの釣り道具を借りて、この下の川で釣りができるので、その釣った魚を焼いて食べれるんですよ。なんか本当にね、糸島っていいよ。で、ここで流しそうめんするの。見て、いい、ほら見てくださいよ。で、ああいうこともあるんですよ。あのカラスがね、あそびちょんちょんちょん、食べるものないかな、食べるものないかな、ボーバーって来て、このようにするんですよ。一日一膳チャンネルですよ。いいですか、これをするんですよ。こうやってこういう風ですよ。これをしてそうめん代がタダになると思っている人はいるかもしれないんですけど、全額ベッドですよ。あ、すいません、大丈夫です、お願いします。カラスの申し子なので。パスタと、はい、あんた近づきだ。パスタと、そうめんを食べたいんですけれども、まずは滝で洗礼を受けないといけないので、そうですよ。マイナスイオンがいっぱいあるので、山の中って小さい時に嗅いだどんぐり村の匂いがします。どんぐり村知ってる？はい、知ってんの、お前本当に。どんぐり村の匂いがしますよ。森と土の匂い。みんなもちょっと見てください。ちゃんと滝映して。どう、綺麗？めっちゃ綺麗。さあ持ってきて、これ水たまりも。いい、私が糸島に着陸したという印を立てますよ。はい、たらーん。
塩もここにあるですよ。以上。はい、そうめん1人前と、はい、間違えました、2人前と、はい、ラムネ2本と、はい、わっ、おにぎりないですか。はい、わかめだったら、あ、わかめください。もう初めてのお使い割りに密着するのやめてよ。誰も興味ないですよ、お金払ってるとこに。ほら、生めの塩焼きとか、ほら、山辺釣り堀受け付け10番、いろいろあるみたい、ほら。ほら、いい？で、いいね。いいやろ？うん。で、今から、そうめん流しをします。また後でねー。じゃあ、カラスがすごく狙っているんですよ。でもそうめんも狙われているかもしれないですよ。今度はチャンネル登録者数が70万人なので生でいきたいと思います。すいません。じゃあ、で、次をこのように配置してラムネですよ。で、麺が湯がけたらお姉さんが麺を持ってきてくれる、持ってきてくれるんだしよ。じゃあラムネ飲みたいと思います。おお。危ないですよ。ラムネ流しになったことで、せーの、くー、夏の訪れに、せーの、乾杯。あんたも言いなさいよ。俺、あんたは夏の訪れを何とも思っていないの？いや違う、視聴者向けや今のは。違いますよ、みんなで、視聴者もここにいる気持ちを取っているんですからに、はい、分かるの？はい、分かった？はい、よし、いとかやめてる。やめてよ。うわー、うまい。うわ、見てみんな、ほぼ雲、ほら霧がわーって見える。実は今日さ、天気悪いんすよ、ちょっとだけ。なんかね、もっと天気がいい日にお見せできたらと思ったけど、あ、これはこれでいいですよ。そう思う？思う。あ、名のいいみたいな、ナノイーレベルの微粒な粒子が顔に付着して肌にいい、そういう人もいますよ。止めて。もう止めてよ。いや、いいね。止めて。止めてよ。えのきのようにシャキシャキしているんですよ。それっていいことなの？わからない。出よ、出よ、ゴーゴーゴー、せーへへへへ。バイセンのおばあさんとめちゃくちゃ見える。最高なんや。知っとった？知っとった？いや、知らん。何でしょう。はい、いただきます。でかいね。食事が。みんなこれですよ。今から
みんなで流しそうめんして、また次に行くときにジャンプしたいと思います。以上、白糸竹でした。はい、トリプルアクセルですよ。いや、こちら見て、知ってますか、カベス君、あれが何か。はい、何ですか。夫婦岩。そうです、さっき教えたんですよ。これみんなね、社会の教科書に載ってるんですよ、この糸島の夫婦岩っていうのは。さあ、いつもおっとやめて、おっと、ここ本当はいつもこれぐらいまで水あるんよ。あ、そうなん。そう、でけん、ここ渡るのめっちゃ大変なのに、今日はこの石を届けばいけます。なんとここにはですね、名物品があるんですよ。何だと思いますか。岩。そう、ヤドカリとかも結構いるんですけどそうではなくて、こちら、誰かが使い古したであろう、ちょっと茶色くなった櫛が、このでかい岩に乗っている、これも夫婦岩の名物ではないんですよ。面白くなかったら笑えん、ちょっと面白くないとか、頑張ってボケているんだから。お前って人はさ、こういうことをやって楽しむんですよ。やばいやばい、ちょっと待って。こうですよ。見た。3回、2回、ボクサーの血が騒ぎますよ。どんな感じ？え？トゥルートゥーシュンシュンですよ。カットで。100% カットで。じゃあちょっと暇なので、うん、今日の服装を紹介したいと思います。あ、いいね。これはドクターマーチンです。マーチンのブーツ、厚底の。に、これはザラのサロです。中に着てるのはヒステリックグラマーの古着です。へえ。サングラスはミュウミュウ、かかかかにもらったやつつけています、いつも。どう？え、いいね。いいやろ、うん、かわいい、ミュウミュウって書いてあると、うん、で、これがずっといつもつけてるティファニーのお気に入りのブレスレット。で、あとこれはプラダの古着屋さんで買ったバッグです。危ないですよ。人はあっちまで行けるんですよ。え、ガチ？ここまで。あ、そうなんですけど、今日ちょっと海が、水が多くて行けないって思って。でね、今日残念なのが、本当にね、こうドライブコースあっち打ちして、あのドライブコースこうね、天気良かったら最高なんですよ。あの平井大さんの君と眺める海は透き通って、太陽はいつもより眩しくて、こういうことなんですよ、晴れの日に来ればね。ですけれども、今日はちょっと曇りでね、残念なんですけど、もう福岡の人はみんなここに来る必要ですよ。福岡のね、おすすめスポットを紹介しようと思ったけど、なんか糸島でこと足りてしまうというか、糸島って割とね、一日中遊べるんですよ。そう思うやろ。思う。思うやろ。うん。でね、結構あのちょっとやばいかも。静かに。俺。今私喋りようやろ。ごめん。いい？ちょっとやばい。だから。その汚い海藻まで下がりなさい。そこですよ。はい。なんでね、みんなできればレンタカーを借りてやってほしいですよね。で、私オープニングね、レンタカーがいるようなとこ紹介しない方がいいかもとか言ってたんですけど、ごめんなさい、いつもの癖で嘘をついてしまって。あれだって、いつも1日3回ぐらい嘘つくんですけど、そのうち3分の1ですわな。あ、いやいや、今日は砂が湿っているかどうかとか、草を食べれるかどうか2回使って、今もう1回嘘ついたから、3分の3は嘘、1ですよ。なので3分の3、約分したら1でしょ、ね、約分したら1でしょ。そう、うん、え、本当にそうやけど、多分今のは意味が違うと思う。そうそう、で、意味が違うんだけど、嘘がもう使えないから、とりあえずここに残って何をしてるんだっていう話なんですけど、こちら、ぜひ皆さん、あの福岡の有名なスポットなのでね。でも、あの、言うてもですね、あの、ここって何になるんだって言われたら、あ、何もないんですよ。特にこれしかないから。だから、もしかしたら、三島かもしれないんですけど、まあ、糸島に来るんだったら行った方がいいよっていう感じですよね。せーの、そうですよね。はい。おー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 お
ですよ。はい、以上、今年の YouTube の目標を海に叫びたいと思います。テチ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 、福岡市大住21歳女イケザイヨフォンです。今年はチャンネル登録者数500万人を目指して頑張るチューンです。みんないつもありがとう、大好きチューンですよ。笑ったよね。え、21歳ってなんで嘘ついたん？次はどこに行く？次はどこかな？はいはいはい、スリーティーワン！ヤクルトジャンプだっけ？止めて！おっさん止めるな！いいや、よかった、よくて。もうさ、あずき、いや、あのね、いいことと思うんや。何が？あの、私がよしと言うまでカメラ回し続けるの。すごい助かっとるんやけど、止めて！長い一日よ！まだ回しよった。すごい。ほら、あじさ、あ、朝顔か。いつか足首がなくなりますということで、今日は何ですか？これ何ですか？これいいですかね？また一の塩。これも今糸島にいるんですけれども、こうやってね、ずっと道をまっすぐ行くと、なんか塩プリン屋さんがあるんですよ。知ってた？かずきくん。知らんかった。糸島は偉いやん。ちゃんと自分が知らないということを激白してにさ、ほら見て、あのちょっと見えるやろ、ほら、あれ見える？見えるかって聞いてる。見る、笑い事じゃない。ちょっと撮影さ、見て見て、バリ綺麗じゃない海。めっちゃ綺麗。糸島って塩プリンが有名で、あのここ塩プリン屋さんなんですけれども、いや言うことないわ。塩プリンが有名で、ここが塩プリン屋さんですっていうだけ。左は海、右は山。俺ら大体いつもこんな感じ、山より海が好きな感じって歌。猫おる、見て、ほら、できました。また一の塩です。ここに塩プリンが売っているということなんですよ。こんな風にさ、木で作ったなんか、あのブランコは何してるか分からんけど、とかあのシーソーとか、海沿いの椅子に座ってプリンを食べれるというところです。塩をかけて食べる。すいません、お疲れ様です。なんか良くない？あ、いい。なんかさ、大分の湯布院みたいな。で、塩プリンマークですよ。一見普通のプリンなんですよ。しかしこれに塩がかかっていて、美味しいよねって、そういったプリンですよ。だから甘いのがあんまり好きじゃないみたいな人も食べられるのかが分かりませんよ。いただくチューンです。うまい。これもしかしてまた私うまいしか言わんみたいな、うん、あ、忘れとやろ。忘れとった。やばいよ、後藤に怒られる。やばい、もう一回食べよう。お、美味しすぎて気絶しとった。大丈夫かな。濃厚なプリンを海を眺めながら食べるっていうスポットですよ。これプリンも美味しいの当たり前なんやけど、
何度でもいいけど晴れの時マジで良くて景色がなんか良くないここうんいいいいやろあそこ展望台みたいなところなんか上がれてめっちゃ綺麗なんですよここも皆さんぜひ糸島に来たら塩プリン食べに来てみてくださいちょ止めるやろだっけそこで止めるとこやんこのちょっと震えようときに止めた取れたじゃあ取れたじゃない止めた止めてない止めてじゃあここにヤンキーがいるから大きな声を出せないんですけど後ろっていうのはこっちねだから前ですよね今ヤンキーとあの向かい合う形になっていて本当にあの怖いからあのもしかしたら潰されるかもしれないかなって大きな声出せないんですけどさあキンロックでーす見てじゃじゃいろんな種類があるんですけどこう真ん中のねキーンドッグってやつが一番有名なんですよでこうやって頼んだら番号札をもらえてマイクで今のことだとか言うから車の中からタタタって言ってそこでお金を払うという伝統儀式になっておりますよはいこっち来てねここでみんなタバコを吸ったりねあとこっちでもヤンキーを辛いよねこっちのあのタバコスペースとかあるんですけどもヤンキーさんでここにあの猫がねよくいるんですよ猫にゃん猫がでみんながあの いけないことですよみんながあのご飯をねあげてでも可愛いですからねご飯をあげてにゃん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 としてるんですバレてないよねにゃんにゃんとかしようの怖いですよ金とかねあの旗からとかこういう風に見たこういう風になっとうと見て映せるこういうなんかワゴン車みたいワゴン車じゃないな建物やな船をデザインみたいな感じにしたあのあれの中にあるんですけどこれ可愛いですよこれ買ったんですよさこれさ知ってるバッドボーイズさん歌手の方歌手やったっけ知らんこれ博多弁です波音クラスケンねっていうのをもしかしたらヤンキーの方に言われるかもしれないから絶対に左を見てはいけないという状況になっておりますけれどもこのイルミネーションみたいなのあるじゃないですかねこのさ音楽著作権で引っかからんよねなんか音楽ずっと流れるわけやだからいや大丈夫大丈夫これ分からんようにひょこしゃべり続けてニャミニャムすれば大丈夫うんそれがダメなんや分かっとんよこういうあのこういうキラキラこういうキラキラとかはあの夏とか冬とか関係なしにライトアップされていますいつも以上あヤンキーこっち来たもう取れて怖いからキーンドッグの中身何か知っとるちゃんとイカとステーキやろそうよしとねバンじゃーんこれイカステーキですよこれがね食べたことのない味がするんですよねパンが好きやったら好きよね絶対これうんねいただきます言うことないんですよ正直あのもう食べ過ぎてなんかその初めて食べた時の感情を忘れてしまっているので正直あの言うことないんですけれどもなんか上のソースこのオレンジ色のソースがなんか甘くて濃ゆくて美味しいあとパンがカリカリでなわれ言うとなんか面白いのじゃあ真面目に食レポしよるんやけどおかしい。いや全然。なんでいいやんか。なんで笑いよ。和やかや。和やかで。うん。嬉しい。うん？嬉しい？嬉しい。嬉しいよね。うん。いつか葬式で流してほしいこの動画。ダメなんこういうこと言うのって。いいやろ。私の死について何か言うの勝手やろ私が。最近鹿児島来てなかったよ。ね久々に来たんやけど。美味しいわ久々に食べてなんか思い出す初めて食べた時のことをまあぜひあのパンが好きでイカとステーキ好きな人まあ他の味もいっぱいあるけどぜひ食べてみてくださいこれ多分福岡の名物よねそうやねそうよねうん地元の人はみんな知ってるよねうんなので皆さんぜひ受けたら食べてみてくださいお肉いやいいですよねここに立つくして何年経つか知らないっちゅんですけれどもになどと言っていますよ最後でみんなに紹介するのは福岡といえばこちらだーらー
麗綺麗じゃあねーん。福岡タワーのライトアップっていろいろ種類があって、夏はあの金魚が動いて泳いでたりとか、あとハロウィンはカボチャとか幽霊とかが動いてたり、あと花火もあります。花火もあったりいろいろあるんですけど、今日は多分これ題名さざ波かなんかなんですよね。この波をイメージしたあのライトアップになっております。じゃあこっち来てください。あのね、韓国の方とかが結構ね、持ち浜で、ね、写真撮りに来るんですよ。しとった？知らん。本当？韓国の方があの福岡旅行にいっぱい来ていた時期があったんですよ、コロナの前が。みんなもう桃地浜来て、あの桃地の海岸で写真を撮るっていう写真スポットだったので、今から皆さんにそれをお見せしたいと思います。いやーということで、あの海にやってきました。こういう風にあの玉のね、水が流れてるんですけど、こんな風にめっちゃ綺麗じゃない？ほらどう？綺麗。あれがヒルトンホテルです。でも福岡でめっちゃ有名なホテル、結構高級ホテルよね。そうよね、うん、あの芸能人とかのライブしに行った人とか結構泊まってるんじゃないかって言ってますけれども、座っとる人とかおるやん。ああいうふうになんかあの段になっとるところに座ってみんななんかお酒飲んだりとかするんですよ。よくね？何笑いよと？よくない？ あんま刺さってないね。でも私は冬にここでおでん食べたりした友達。あ、それはいい。笑ってるね今。いや笑ってない。いやみたいな、聞こえたもん濁音。バカにしそうやろ。見てこのように、この辺とかこうやって、あと動かしなさいよ。この辺とかにいつも屋台とかがあって、ここ大きな人、うん、あの屋台とかがあっていろいろ買って食べれるんですよ。そういったところですよ。これが結婚式場です。知っとった？知っとった。これはやばいよね、さすがにね、うん、これは福岡の常識ですよ。で、こういうところに立ってみんな韓国の人とこうやって写真撮っているんですよ。みんなこうやって知っとった？知っとった？知らんかった。さっき知らんって言ったよ。適当に喋るよ、またちょっと待って、ね、分かる。疲れとうと思うよ。違う撮ることでね。しあの距離を置くのもやめていい？あの今日本当に明るかったんですよ、撮影始めた時真っ暗になって。分かるんですよ疲れたのは。でもこれに汗が溜まってベタベタしているしね、このバツバツのシャツでですよ。分かるんですけど、何しと聞きよう人の話。焦点が合わんちゃう。ちょっともういいかな。ほら見て、リッピンドッツ。これお母さんと買ってくれよった、食べたいって言ったら。食べよったね。え、買ってくれよったなんかうちのね、買ってくれんかったんよ。ダメだって言って。でもそのリッピンドッツ、今で自分で買えるんですよ。それが嬉しい。やっぱりね、みんな大人になることに対してネガティブな考えがあるかもしれないけど、大人っていいですよ。そう思うやろ。逃走中戦でいい？逃走中。逃走中？これ何？ハンターが放たれよう音ってこと？適当に言ったよ、また。ねえ、振りが雑すぎるんだよ。完璧。わかるの？はい。皆さんどうだったでしょうか。あのね、糸島のシーンがちょっと多すぎたんですけれども、まああの糸島に行ったらね、あの半日遊べるよということです。太宰府も有名なんですけど、この間食べ歩きしたので。ダダイフはもういいかなという感じで今回はずかせていただきました。はい。カズキ今日一日撮影ありがとう。みんなね、カズキって誰って思っとうかもしれないけど、あのいろいろあるんですよ実は。動画で話してることが、ええ話しとるよ多分。そのそう、あカルビが食えないって話はあんただし、あとあの前あのレポートみたいなのをストーリー出して募集したんですよ。これ答えてくださいみたいな。あれはね、カズキがヘルプを出してきて、ちょあのアンケート集まらないですよ。そしたらヒヨコのピグドゥが600、700人ぐらいアンケートに答えてくださって、非常にありがたい。ありがたい。そうですよ。あのおかしがられたんやろ、桁間違えてませんって言われたんやろ、そう多すぎて。皆さんありがとうございます。これ今後ね、あのカズキくんまた撮影手伝ってくれることもあるかも知れない。知れないので皆さんあの今後ともよろしくお願い。後藤もね仲がいいの、あの太宰府の撮影してくれて、後藤くんもみんな地元で仲がいいので、今度みんなで焚き火をね囲んで動画なんて撮れたらなと思っております。
それじゃあね、今日もね、紹介したいカフェとかも結構あったんで、この動画好評だったらまた続編を出せればなと思います。はい、みんな今日は朝から夜までヒューゴと付き合ってくれてありがとうなということでした。また次の動画でお会いしましょう。あにゃん、早く寝ろ、早く寝てよ。勘弁してよ。手をかざしたらこんな風に音が鳴ると思ってるかもしれないけど、ヒロ君今セルフで声出したんで、みんながやってもこんなの音は鳴りませんよ。